はい、今回はこのグローブのお話ですね。ミトン型のグローブで、まあ、オーバーミトンなんですけれども、まあ、こういった雪の日にですね、普通の手袋の上に、装着するタイプのもので、結構こう薄いタイプなんですよね。別に中綿も何も入っていないタイプで、ちなみに、まあ、普通のこういう5本指のグローブをはめてから、まあ、その上からこうはめるっていうタイプのものですね。まあ主にこう、まあ、寒さが厳しかったり、まあ、雪が降っていたりするときに結構暖かかったり、グローブが濡れにくかったりします。で、まあ、雨の日はですね、まあ、ないよりはマシなのかもしれませんけれども、まあ、あまりこう防水機能っていうのは、あまりこう期待できないのかなというふうに思うんですけど、でこれ恥ずかしながらですね、雪で白くなっているのではなくて、どうしてもスノーボードをするにあたって、やっぱり手をついたりですね、まあ、ビンディングもそうですし、こう、まあ、雪を触ったりして、まあ、摩耗ですね、消耗してしまいます。こんな感じでグローブが、でこれそのまま捨ててもいいんですけれども、ちょっともったいない精神ということで、このオーバーミトンの下に、まあ、つけて使っています。まあ、ですので、まあそうですね、あとはこう革のグローブですとか、まあ、普段使ってるグローブのまあ、寿命を伸ばすってこともにもつながると思うんですよね。で、まあ、革製品であれば、まあ、オイルを塗っていても多少は染みてきますけれども、このオーバーミトンですね、することによって、革も長持ちするのかなという感じはします。今日ですね、かなり役立ってますオーバーミトン。はい、ということで、今日はこのオーバーミトンの話をしてみました。ぜひ使ってみてくださいということで、終わりにしたいと思います。ということで以上。